人人道道主義者であり道徳的な人つまり良い生活をし熱くも冷たくもなく右でも左でもない道の真ん中を行きたいと思う人が従う最善のクラスを教えています。「伝道者の書11章1節あなたのパンを水の上に投げよう」「ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう」 報酬はずっと後になってからやってくるのかもしれませんが良いことをすることを恐れてはなりません。2節、あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。 良いことをするとき、一人だけではなく、もっと多くの人を助けるように確かに心がけなさいということです。かなりの人数の人たちを助けておきなさい。なぜなら、いつか後になってあなた自身に何かが起こるかもしれないからです。そうしておけば、喜んであなたを助けてくれる人が大勢いるでしょうというわけです。主イエスは、この箇所に沿った例え話をされました。ルカの福音書16章に記録されています。 不正な管理人がいました。彼は本当に悪い奴でした。彼は自分が首になった時にその人たちから助けをもらえるように自分の主人に仮のある人たちの負債を減らしてやって彼らと友達になったのです。3節雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままにある。 雨の予報が出ているなら、傘を持ち歩いた方が良いでしょう。大きなアメリカ杉の木が倒れると、それを動かすのは大変です。彼はここで何を言わんとしているのでしょう。ビジネスを始める前、一番最初に状況をしっかりと把握することが最善である。なぜなら、そのビジネスが始まってしまうと、どんな変更をするのもとても難しいものだから、ということを言っているのです。4節 風を警戒している人は種をまかない。雲を見ているものは借り入れをしない。つまり自分のやることを賢く行いなさいということです。もし種をまきたいなら、風が止むまで待つ方が賢明です。借り入れをしたくても、もし雨が降りそうなら、借り入れを始めることはしないのです。 五節。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。そのようにあなたは一切行われる神の見業を知らない。胎児が形作られることと物理的な赤ん坊の出産とは今日もまだ大きな神秘です。霊的な神聖はそれにも増して大きな神秘です。御霊がどのように動かれるのか私たちにはわかりません。 主イエスがそのように言われました。ヨハネの福音書3章8節。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。見たまによって生まれるものも皆その通りです。私たちが知らないことがとてもたくさんあるのです。ここでソロモンが言おうとしていることは単に次のようなことだと思います。あなたが知らないことによって知っていることがわずらわ,わされないようにせよ。 一つの例を差し上げましょう。誰でも椅子は座るものだということは知っています。今私の書斎に空いている椅子が一つあります。立ち上がってそこまで行って、その椅子に座ることは増作もありません。 さて、その椅子について私が知らないことがとても多くあります。この椅子の構造については誰が作ったのか、どのように作られたのか何も知りません。でも私は確かに自分がその椅子に座ることができ、その椅子は私を支えてくれるということは知っています。私が知るべきことはそれだけですから、あなたが知らないことのせいで知っていることを煩わせないようにしてください。7から8節。 光は心よい、心地よい。太陽を見ることは目のために良い。人は長い年生きてずっと楽しむが良い。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。あなたもいつの日か年を取るのです。老人の生活は宣伝のパンフレットに書かれているほど、いつでも快適であるというわけではありません。9から10節。 若い男よ。若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれら全てのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけ。だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ。若さも青春も虚しいからだ。若い人たち、覚えていてください。 人生のすべての領域における決断をするのは今です。今正しい選択をすることがとても重要です。どれほどの人々が人生を無駄にし、今日その無駄な人生を生きていることでしょう。 なぜなら、彼らは若い時に間違った選択をしたからなのです。もし正しく生きないのなら、あなたの若い日は虚しいものです。人生は神様からの私たちへの贈り物です。一日一日、家事実、一秒一秒与えられているのです。人生は貴重な贈り物であり、神様のご栄光のために使われるべきものです。 人間の主要な目的は何でしょう人間の主要な目的は神様にご栄光を期し神様を永遠に喜び楽しむことです。